白く輝くツルツルの麺、そうめんでもうどんでもない生冷麦です。北見市に今日誕生した生冷麦専門店、オープンさせたのは創業74年の津村製麺所です。乾燥して仕上げる普通の冷麦と違い、自家製の麺をそのまま茹で上げるのが生冷麦。気になるその味は、何もちもちするんだなっていうのは感じます。細いのにすごいコシがあって美味しかったです。冷麦あんまり食べることなくて、いつもそうめんとかだったんですけども、今度家も結構近かったんで、ぜひここでまた冷麦なんて食べたいなと思います。生冷麦に使われているのは地元オホーツク産の小麦、北ほなみ。うどんに使われることが多く、もちもちした食感が特徴です。その生冷麦に添えられているのが、北見で作られた玉ねぎの天ぷら。高さ20センチと迫力満点です。どうしても冷麦というのは、麺の中でもどちらかというと地味な存在で、特に若い方とかは触れる機会が少なくなってきていると思うんですけども、特徴のある冷麦で、またその価値を知っていただきたいなと思います。実はこの生冷麦、生み出したのは津村社長の祖父。1960年代に製麺所の商品から姿を消していますが、あることがきっかけで復活したのです。こちらになります。これが遺品整理した時に出てきた写真です。祖父の代の製麺所の看板には、うどん、生そば、ラーメン、そして冷麦の文字が。存在を知らなかった冷麦を目にしたことが、幻の生冷麦復活のヒントとなりました。過去に弊社が冷麦作ってたということは知らなくて、でそれでちょっと今日すごく興味があって、一度作ってみようという思いになりました。喜んでくれてるかなと思います。新たに誕生したお店では、茹でたての生冷麦が味わえるほか、麺を買うこともできるので、お家で楽しむことができるそうです。